はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今日はね、この下のテーブルに置いてあるこの花を使って縦長の花束を作ります。そしてそのね、花束をラッピングするところまで皆様に、お伝えしようと思います。そして今日はね、この花束を制作してくださる方とラッピングをしてくださるスペシャリストが2名ね、この後登場しますので、楽しみにしてください。で、最初の花束を制作してくださるのは道尾くんで、ラッピングをしてくださるのはおなじみのね、井出ちゃんです。ではまず最初にこちらの花材で花束を道尾くんに制作してもらいたいと思います。道尾くん、どうも。どうも、道尾です。勝手に花トークに出演している道尾くんです。道尾くん何歳でしょう。いや、全然切ればいけますよ。本来はね、鉢物担当のはずなんだけど、今日はぜひ俺にね、俺の素晴らしいデザインをみんなに見せたいっていうことで今日は登場しました。なので今日はね、これほら、フラワー TV YouTube だから全世界に向かってだから、こう全世界のね、人にこう道をデザインをバシッとこう見せてあげてください。まあ見せますよ。まあ切り花でしょ。これ道尾ですよ。そうです、道尾です。これ切り花でしょ。そうです、俺道尾です。じゃあ切り花の道尾ということで、了解しました。了解です。早速ね、じゃあやってもらいましょう。じゃあ皆さん、道尾くんのデザインをどうぞご覧ください。まあ、ちょちょいのちょいなんで、もうかなりいいですか。作っちゃって簡単ですか、こんなの。できました。できましたか。最高です。ちょちょいのちょいです、こんな、はい、道尾ですか、はい、ええ、ちょっとね、なんかちょっとなんか、ありかなって感じがするんだけど。最高じゃないですか、何言ってんすか。最高ですよ、これ、とりあえず僕、辛口じゃないんで、とりあえず道尾ですよ。次、ラッピング、ほらラッピング、マジっすの井出ちゃんが来てるから、あ、じゃあ井出ちゃんにとりあえず、まあ、いいでしょう。ラッピングしてもらいましょうか。まあ、やっちゃってください。じゃあ、とりあえず道尾くん、ありがとうございました。じゃあこれから許せない。はい、どうも。よろしくお願いします。ありがとうございました。道尾くんの、どうも、あなたは制作でした。今ね、この道尾くんが作ったこちらの花束を、ラッピングの魔術師の井出田くんがね、これからラッピングをしてくださいます。まあ、ただね、井出崎くんもこう一流のフラワーアーティストなんで、この花束でちょっとこう納得するかどうかっていうのがね、ちょっと不安なところもあるんですけれども、はい、じゃあちょっと早速ね、ラッピングの魔術師の井出崎くんをお呼びしましょう。じゃあ井出崎さん、よろしくお願いします。あ、こんにちは。ね、まできましたね、井出ちゃん。今日の、動画のね、いつもほら、我々どっちから作って、そうですね、アーティストとかしてたけど、今日はね、道尾くん、新しいアーティストに道尾くんを入れて、こう花束を作ってもらったんですけど、その道尾くんの花束を僕がラッピングする。そうですね。はい、やりましょう。ちょっとこれ、どうですか、この花束。まあ、綺麗。